どうもジャクロでございます。人選&戦術解説ということで、今回ご紹介する監督はこちら、イボ・ビエラ監督でございます。今回はこの監督をですね、人選戦術解説していきたいなと思います。ということでね、まず戦術タイプから見ていきましょう。はい、今回はですね、ハイプレス型の、サントス監督、そしてクロップ監督と、比較しながら、解説していきます。でまずね、サントス監督と比較すると、距離感がね同じですよね。で3社ともですね、エリアこそ違うものの、守備戦術、距離感が非常に近くてですね、ハイプレスからのカウンターが刺さる推進力のある高火力型の戦術タイプと言えるかなと思います。攻撃戦術は多少違いはあるものの、3トップ 2OMF おけるフォーメーションを生かしてですね、高火力の攻撃力を出すことができると。で433でも、4123でも運用できるように人選解説していきます。まあ、ちょっとねマネジメント低いのがね、懸念材料ではありますが、解説していきたいなと思います。で前半でね、人選紹介をしまして、後半で戦術解説をしていきたいなと思います。ということで、早速スカットの方見ていきましょう。はい、まず3トップですね。 3ST にしてるんですけども、理由はね、後半に説明していきたいなと思います。で中央の、セカンドトップですね、これはラインブレーカーか2列目の飛び出しを採用しております。これ他のプレイスタイルだと他のポジションの人選も変わってしまいますので、今回はこの2つのプレイスタイルに限定したいなと思います。で人選の条件なんですけども、オフェンスセンス、決定力、パス能力、ドリブル、スピード、逆足ですね、以上の条件ができるだけ当てはまる選手を採用しております。で紹介する選手は抜けている能力もあるんですが、おすすめの選手を紹介しております。まずラインブレーカーですね、ムバッペ、デルピエロ、ルンメニゲ、トーレス、ベンゼマ、ラッシュフォード、フォルラン、まあ、ちょっとアイコニックばっかりなんですけど、まあ、条件を緩めれば他の選手でも、可能かなと思います。2列目の飛び出し、クライフ、グリーズマン、デパイ、カイファーフェルツ、フィルミーノ、まあ、フォワード系のね、選手がおすすめかなと思います。でサイドのセカンドトップですね、これはプレイスタイルなしを、採用しております。まあ、基本的にはウィングストライカーとかインサイドレシーバーになるかな。で条件はね、中央と似てるんですけど、オフェンスセンス、決定力、パス能力、ドリブル、スピード、シュート系スキルですとかドリブルスキル、ワンタッチパス、スルーパス持ちだとより使いやすくなるかなと思います。まあ、器用なタイプの、選手ということですね。で場合によってはですね、片方チャンスメーカーですとか、デコイランの採用もありかなと思います。で無印の選手なんですけども、アザール、メッシ、サラー、スターリング、リシャルリソン、ロナウド、サネ、コーチーニョ、ユングベリ、インシーニエ、マルシャル、ソンフミン、ピレスなどですね、まあ、他にもたくさんいるんですけど、まあ、選手が多いので、このくらいにしておきます。で2列目ですね、OMF チャンスメーカー、ナンバー10無印、これはですねボックス2ボックス、プレーメーカー、クロサーあたりですね。で無印はですね、CMF にしてプレイスタイル発動してもいいかなと思います。でサポート距離が広い戦術なので、距離感のバランスの良いプレイスタイルがおすすめかなと思います。で条件なんですけども、基本的には攻守のバランスが良くて、ワンタッチパス、スルーパス持ちが、おすすめです。でチャンスメーカー、ジョアン・フィリックス、デブライネ、ナビケーター、ゴロビン、中田、グッディ、チェンバレン、ロセルソなどですね、まあ、これも選手数が多いので、自分が持ってる選手とね照らし合わせて見てみてください。まあ、このチャンスメーカーというのはどちらかというと攻撃寄りですよね。でナンバー10、フリットかトッティですね、この2人はですねフィジカルが強くて、守備がしやすいので特におすすめです。で他の選手になると少し攻撃寄りになるので、自分のね、守備能力と、相談してね、決めていただければなと思います。で無印、デヨング、スコールズ、ネドベド、ベッカム、モルガン・サンソ、モドリッチ、クロース、ベラッティ、サウール、アウアル、ファビアン・ルイス、パラシオスなどですね、他にもたくさん選手はいるんですが、基本的にはアンカーとかボックス・トゥ・ボックス、攻守のバランスがいい、選手をおすすめします。で DMF は、アンカーですね、基本的にはアンカーがいいかなと思います。でバリオス、ロドリ、ブスケツ、グエンドゥジなんかですね、特にこの4人がおすすめです。でディフェンダーですね、ディフェンダーに関しては今回 4CB を採用しております。で基本はね OMF2 枚にしてるので、まあ、その分、守備の枚数を増やしたいというところで 4CB にしております。で中盤をね、CMF で採用している場合はですね、サイドバックを入れた方が、まあ、攻撃はしやすいかなと思います。でサイドのねセンターバックに関しては、パス能力が高い選手で、縦パスですとかサイドチェンジがねできる選手がおすすめです。
で、中央のセンターバックに関しては裏抜けされないようにですね、スピードと高さを兼ね備えた選手がおすすめかなと思います。まあディフェンスラインが高いので、まあ、そういった選手がいるとすごく裏抜け防止になるかなと思います。で、ゴールキーパーに関しては、ライブアップでの良い選手を採用するのがいいかなと思います。はい、そして戦術解説ですね、まずね、なぜ 3ST にしてるかというと、まあ、まず一つ目がですね、まあ、プレスタイルを発動させるさせないのバランスですね、これを含めて 3ST にしております。で、二つ目なんですけど、これ 3ST にすることによって、まあ、こういう風にトップがフラットなような形になります。で、綺麗なね、三角形ができやすくて、パス交換がね、しやすくなりますよね。そしてそうすることによってやっぱり相手を崩しやすくなります。このサイド、中央、三角形がね、3つできるかなと思いますが、これが綺麗な形になってすごくね、パス交換、そして相手の崩しがしやすくなります。で、動き方の解説ですね。まず中央のセカンドトップ、これはね、もちろん、ラインブレーカー2列目の飛び出し採用してるんで、縦の抜け出しがメインになります。もちろん、ポストプレーになる場合もあります。で、サイドのセカンドトップ、これはね、基本的にウィングストライカーとかインサイドレシーバーが元になった選手を採用しているので、まあ、基本的には内側、中央へのスペースへの抜け出しという動きをしてくれます。で、 OMF、 これはこの陣線にすることによって不必要な上がりはせずに、トップそしてアンカーとの距離のバランスがね、いい感じに取れるかなと思います。で、トップがね、低い位置にいるときは適切なスペースへの抜け出しもできるんですよね。まあ、そういった意味で重要な動き方かなと思います。で、攻撃のポイントなんですけども、まあ、サイドでね、しっかりこう三角形を作ることによってしっかり崩していくと。で、二つ目にですね、サイドで相手のディフェンダーを引きつけることによって、逆サイドのね、例えばこの左側で三角形を作るとしたら、逆サイドのね、フリットそしてメッシがしっかりこの中にね、抜け出す動きをしてくれるので、そこを狙うこともできます。で、サポート距離が広い分ですね、フィネスですとかフェイントを少し入れるだけでですね、少しタイミングをずらすだけで、スペースを作りやすくなるかなと思います。で、相手もですね、まあ皆さんコンパクトネスが高い監督を使用されている方が多いと思うんですけど、まあ、その使用率がやっぱり高いので、まあ、サイドに誘えばですね、その分サイドにギュッと絞ったね、ディフェンスを、してくるんですよね。そうすると、まあ、逆サイドをつきやすいかなと思います。で、サポート距離が広いので、できるだけ縦パスを入れていきたいんですけども、まあ闇雲に縦パスを入れても、パスカットですとか、ブロックの猶予を与えてしまいます。で、まずね、相手を十分に引きつけること、まあ一人でも二人でもなるべく引きつけると。そしてフィネスを入れてパスのタイミングをずらすこと、まあそうすることによって、まあ縦パスが少し入りやすくなるかなというところですね。で、 OMF に、ドリブルができるパサーを入れると、なおね、パスが通りやすくなるかなというところですね。で、しっかりね、カウンターも狙っていきましょう。で、ハイプレスの戦術なので、中盤より前でボールをダッシュできたら、中央のラインブレーカーまたは2列目の飛び出しの選手を生かしてですね、カウンターを決めていきたいと。まあこれは旧サントス監督と同じような攻撃方法ができますね。まあ推進力はね、多少違いはあるんですけど、まあしっかりそれもできる可能な監督家なのかなと思います。で、守備ポイントなんですけども、守備戦術は優秀なので、プレス指示は出しすぎないようにして、基本はパスカットを狙っていきましょう。で、相手陣地にボールがある場合は、積極的にプレスしていくという形ですね。で、ディフェンスラインが高い監督なので、まあ、サイド攻撃ですとか、フライパスには十分に注意して、守備をやっていきましょう。で、続いて控えですね。で、控えに関しては、まあ、もっとね、パサブを入れてもいいかなとは思うんですけど、で、今回はライブアップでそこまで気にしないで組んでおります。はい。で、ムバッペはね、真ん中の控えですね。で、サネは、セカンドトップサイド、時には OMF もできるかなと思います。で、ジョアン・フィリックスは、まあセカンドトップもできますし、 OMF の代わりもできます。で、ミュラーはですね、セカンドトップどの位置でもいいかなと思うんですけど、まあ OMF でもいいですし、どこでもできますね。おすすめは中央ですね。クライフの代わりに入れるとすごくいい動き方をしてくれるかなと思います。で、パラシオスは OMF で、センターバック、別に守備的サイドバックじゃなくてもいいんですけど、まあこれはコストの関係で、調整しております。で、ベッケンバウアーは、まあ基本 OMF、CMF、アンカー、センターバックの位置で、起用しております。はい。で、まとめですね。で、攻守のバランスっていうのは、この OMF の位置で、陣線で調整しましょう。まあ、CMF にしたりですとか、まあ、守備系の選手を入れたりして、調整していただければなと思います。で、3トップの中ではですね、攻撃力は本当に最強だなと思いました。で、一番点が取れる3トップ監督という印象を持ちました。
で、あとはね、マネジメントが低かったりするので、その辺のバランスですとか、ただまあ、このマネジメントアップのアイテムを持ってる方はですね、全然使ってもいいかなというレベルの監督ですね。まあ、今現状433になってるのかな。まあ、これ4123、でも強いですし、433でも十分強いかなと思っておりますので、ぜひ興味を持っていただきましたら、使用していただければなと思います。ということで、次回も、ウイレアプリ2020で会いましょう。さよなら。